1年生月間定例会議。議題はいかにしてクロマティ高校を潰すか。山口昇、無敵を誇るその強さから沈黙の不沈艦と呼ばれ、デストラーデ校1年のトップ。同時に暴走族アースウィンドファイヤー&ウォーターの頭を兼ねるほどの男。しかしこの男、喧嘩に強いだけでなく、実はお笑いにもうるさい男であった。だがその事実は誰も知らない。つまり喧嘩ってのはよ、一番上にいる頭を押さえちまえばそれで勝ちなんだよ。じゃあクロマティの竹の内を占めればそれでいいっつうわけだな。へへ、そうよ、俺が言いてえのはそういうことよ。で、竹の内って誰だ？バカ野郎、竹の内ってのが黒子の頭だろ。名前ぐらい覚えとけ。で、竹の内って誰だ？坂本、今の客面白えよ。だが悲しいことにこいつは自分の逆センスに気づいてね。まあいわゆる天然ってやつだな。だがそれが計算でできるようになればお前も一人前と言っていいだろう。今日はあいつらつけやがってっからよ、俺らが一回ビシッと締めてやらねえとわかんねえんだよ。やっぱ喧嘩と女の股間は締めるのが一番。おい石川、こんな時に笑わすなよ。石川、え、何？おい石川、大丈夫か？しっかりしろ。つまんねえ客言ってんじゃねえよ。言わねえこっちゃねえ。山口はお笑いとかギャグが大嫌いなんだよ。違う、俺ほどお笑いを愛してる奴はいない。なぜ石川を殴ったか、それはこいつが安易に下ネタに走ったからだよ。ギャグセンスのねえ奴が陥りやすい典型的なパターンだ。そして笑ったおめえらも同罪なんだぞ。一番危険なのはこんな野郎が中途半端にプロデビューしちまうことだ。それはある意味芸人の低レベル化につながる。もしこいつが何かの間違いでテレビなんかに出やがったら、俺は迷わずチャンネルを変えるね。ここは一つ真面目に話そうぜ。ああ、まずどうやってクロマティ高校に乗り込むかだ。乗り込むったってよ、そう簡単にはいかねえぞ。クロマティの連中、あいつら半端じゃねえ。いざとなりゃえげつねえこと平気でしてくるし。特に竹之内ってやつは一度切れると手がつけられねえ。どうすりゃクロマティにうまく乗り込めるかだな。たくこいつら、誰か一人くらい笑いを取ろうってやつはいねえのか。場の雰囲気読めよ。バカの一つ覚えみてえにクロマティクロマティ言いやがって。お前ら全員クロマティ村の村人かっつーの。あれ、このギャグ面白いよ。山口がなんか考え込んでるぜ。やっぱクロマティはヤバすぎるのか。俺はこのギャグを猛烈にみんなに言いたい。だがそんなことしたら一気に今の地位から転落しちまう。無口ってことになってるし。だがこのギャグは今しか使えねえ。黒子に乗り込んでからじゃ遅えんだ。よし決まり、今日限りで番長を辞める。大体俺はただ喧嘩が強いってだけで番長をやってきたけど、そもそもそれが大きな間違いだった。この髪型でも笑いが取れねえ。俺が本当にやりたいことは面白いギャグをたくさん言ってみんなをドッカンドッカン笑わせることなんだ。よし、じゃあ早速このギャグをみんなに発表しよう。あとはお笑いの神様が降りてきてくれることを祈るだけだ。おいおい、お前らいつまでうだうだやってんだ。さっきから聞いてりゃチートも話が進んでねえだろ。バカの一つ覚えみてえにクロマティクロマティ言いやがって。お前ら全員クロマティ村の村人かっちゅうの。なんてな。ほら見ろ、山口はお笑いが大嫌いなんだ。